こんにちは、YouTube 日本の松原です。今日はですね、藤川そらさんの誹謗中傷に対する僕の考え方っていうのをお伝えしていきたいなと思ってます。まあ、その藤川さんの動画に関連した動画を森田さんが出されて自粛されている間の、まあ、代打のトラとして吉村さんで出たくことになっているので、はい、2人でですね、その誹謗中傷について語っていきたいなと思ってます。はい、基本的にはそのいただいた動画のコメントに、まあ、リプライする形で僕らの考え方をお話していきたいなと思ってはいるんですが、またこれについてね、あなたのご意見もぜひね、コメント欄に書いていただきたいなと思ってます。じゃあ、よろしくお願いします。お願いします。はい、今、2022年の1月26日の夜9時26分なんですが、藤川そらさんの件に関する受験生版タイガーファンディング主催からお願いという動画が現時点で2万8000回再生で、コメントが499件いただいてます。はい、でこの中で誹謗中傷の、まあ、火種を作っているのはトラや番組側であるということに関しては、それは僕は否定しておりません。今回ね、僕がお願いしたいなと思った一番のことは何かっていうと、藤川さんにリアルな教室とか外の場所でですね、視聴者の方がいろいろ言ってくるっていうのがあるんですね。直接声をかけてきたり、中にはこう体をね掴んだりとかするとか、それはやめてほしいっていうことなんですよ。ネット上で今回のね、彼の成績が信じられる信じられない、こういう議論があることは少なくとも僕はですね、否定してませんし、仕方がないことだと思ってます。最終的には彼がしっかりね、大学に受かったことによってでしかね、その疑惑は解消しないと思っているんです。何度も言うんですけど、あなたがもし知らない人から急に絡まれて文句を言われたり、罵詈雑言を浴びらせられたらどうですか。怖いですよね。それはやめてねって。それをするんであれば、もうこちらとしてはね、もう藤川さんに動画なり音声を撮っていただいて、抑止力をね高めるために晒しますよと。これは警告ですね。僕たちも晒したくて晒すわけじゃないけども、そういうのがひどすぎて彼のモチベーション、やる気がそがれて怖くなって受験できなくなっちゃうってことは、これだけはね、やっぱ守っていきたいと思ってるんです。そこをまずちょっとすみません、認識していただきたいなと思ってます。あとですね、それによってその成績を信じる信じないあると思うんですよね。僕はどちらのスタンスもあっていいと思っていて、ただ僕は生徒は信じたい、信じてあげて生徒のねモチベーションを支えたいというか、やっぱ受験に向かっていくその気持ちに水を差すことはしたくないわけですね。だから僕は信じると決めました。でもそれをあなたや他のトラに強要することも僕は一切求めてません。だからトラ側でも信じる信頼分かれてたと思うんですね。ただ行き過ぎた表現で森田先生が藤川そらさんのことを表現したことについてはね、これはちょっと行き過ぎたからということで謝罪もしましたし、自粛もされてるっていうことなんですね。そこはちょっとねしっかり認識いただきたいなと思います。吉村社長としては、はい、今回のなんか誹謗中傷のコメントでなんか気になるコメントとか何かありましたか。気になるコメント、はい、一動画視聴者としての意見を述べてる方も結構多いです、うん、私立を受けてお金あるんじゃないかみたいなのに、ああ、はい、ありますね。そうですね、一応擁護するわけじゃないんですけども、本番の前にその試験の経験値を高めたいということで、はい、かつある程度難易度の高い大学で、うん、高めた時にまあ関東だというふうには言ってましたね。うん、確かにね、受験費用と宿泊費で交通費合わせて、まあ、そこそこの値段かかりますから、まあ、それぐらいの余裕はあるのかもしれないですけど、まあ、でも別に何校も受けるわけじゃないので、あー、ということですね。はい、僕は全然それぐらいの経済力はもちろんあるかなと思いますね。本当にギリギリのところでやってるのは確かだった。一次大学に受かるためのその練習としての次第で、はいはい、しかもその同じぐらいのレベル感とちょっと上ぐらいの受験生も生まれて経験積みたいのかなっていうふうには思ってます。はい、なるほど。松原さん何かありますか。この全部これまでの流れがストーリーでできてるんじゃないかと思いました。1から10までみたいな、それはないですね。ないですね。逆にここまで考えられたらなかなかすごいプロデューサーが、はい、もうもっといろんな番組に作れてるんじゃないですか。そうですね、行き当たりばったりです、はい、いろんなね、あの物議を醸すことは想定はしてました。それによってその志願者の子がリアルな攻撃を受けてることが、ね、で少しやっぱ衝撃だったんで、まあ、それだけやめてほしいなと思ってですね、 YouTube の悪いとこというかね、うんうん、SNS 上で書くっていうのは別に彼はもう SNS シャットアウトしてるから、うん、自分からこう見に行くことはないので気づかないわけですよね、うん、それは見ないと思ってシャットアウトしてるわけです、うん、だけどリアルな教室とか街中歩いてる時に声かけられたり、応援してますだったらまだいいんですけど、まあそうですね、とかいろいろね、罵詈雑言とか共通テストの時もいきなり来た受験生がナッシングとか言って、はあ、結構動揺したっていうラインが来たので、まあ、まあ確かにね、そういうのは試験来すぎたなと、ね、ちょっとやりすぎだと思うんですよ ね、まあ、ね、それはもうやめてほしい。大元をたどると確かにこの番組の存在があるんですけども、まあまあまあ、
一方でこの藤川さんの回を見てですね、志願者希望の人が一気に増えたんですよ。はい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 。それはやっぱり多くの人たちに勇気を与えたっていうところは確かにあって、うん、それが僕の望むところというか目指しているところなんですよ、うん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 、だからすいませんけども僕はもう番組は辞めるつもりは今のところ全くないです、うん、粛々とした対応はしていきたいなと思っています、うん、あとはやっぱり点数開示して最後にというコメントはやっぱ多いですね、うん、結局入試の結果が全てだよねみたいな、うん、そうですね。あと気になったのが要は回答用紙で採点するシーンがあればっていうふうに書いてあったところもあるんですけども、はいはい、どこまで行ってもやっぱズルってできると思うんですよ。まあね、同じコメント出そうですね。なんか他のところから入手して答えっぽいとか書いてね、うん、準備することもできるわけじゃないですか、うん、それをやったとしてもそれが本当なのかっていうのはどこまで行ってもやっぱ晴れないわけで、その労力って結局このね受験勉強の最中でそれだけの時間を彼に費やせることはもちろん意味がないし、うん、やっぱりこう信じる大人の気持ちをですねしっかり彼が受け取って勉強して受かってもらう結果が全てだと思うので、うんうん、そこで判断いただくのが一番いいかなと僕は思ってます。その誹謗中傷ダメって言ってるけど番組側はね、トラたちは同じようなこと言ってるだろうみたいなのあるんですけど、顔と名前出してる出してないって結構な差だと思うんですけどね、うん、顔出して立場さらしてると批判の意見として述べられるんですけど、はい、匿名であいこが書くのは結構いろいろニュースになってるじゃないですか。そうですね、いろんなタレントの方とか。そうですね、実名さんもね、そうあるんで、うん、まあね、平等じゃないっていうのはありますよね。でもそれをね定数そうにも僕はあんまなくて、うん、まあ行き過ぎたところはそうですね、考えないといけないと思うんですけど、うん、やっぱそういうところでこう、ね、議論が活性化してみんながね考えるきっかけになればいいかなと思ってはいるんですけど、うん、行き過ぎた表現っていうのは五六数とかですね、まあ、人格のところだったりとか、ね、これは嘘か本当のかの話は全然いいと思うので、藤川さんの点数は信じろっていうのは無理があるよっていう意見は全然 OK だし、信じないおかしい全然 OK ですね、うん、ただ五六数とかね、あとはもう突して攻撃を加えるとかね、まあね、うん、それはちょっと違うというかね、やめてほしいなと思いますね、うん、でも結構応援してますっていうコメントも多いです。そうなんですね、そこは僕も彼に伝えたんですよね、うん、あの批判的な意見もあるけども、うん、応援してるという声もたくさんいただいてあるんですよね。それが本当にありがたくて、うん、彼もねここでやる気になってるんですよね、うんうんうん、こうやってこう疑われてしまってる部分は仕方がないと、だからこそ結果を出そうと思って頑張ってますし、添削もね受け始めてますからね、森田先生も、はい、合格願いますってコメント多いのはすごい、まあ、いいというかね、うん、ありがたいですね。いや多いですね、結構応援コメントが、うん、あと森田先生の方でアップした謝罪動画に関しても結構ガチだったら本当にすごいと思うと、疑問はまだ残ってるけどとりあえずにじ向けて頑張ってほしいっていうね、ラジダニは森田さんの意見一番上に上がってきてますけど、はいはい、素直に頑張ってほしいと思うわっていう Z さんのご意見、うん、すごくありがたいですよね。睡眠時間2時間っていうことに関しては彼はここはもう絶対やってるとおっしゃっていましたし、うんうん、そうなんだろうなと思うんだけども、もしかしたら昼間のね、昼食を食べた後とかに買いに行ってたりとか、まあまあね、うん、あるいはもう例えば授業でも分かりきってる内容のとこだったらちょっとこう寝たりとかしてるのかもしれない、分かんないですけど、あ、完璧にね1日目つぶってる時間2時間って、うん、すごいヤバいですからね。そうですね、経営者でもなかなか、うん、でも彼自身の意識としてはもう寝てないって思って、まあ、言ってるんだれば、ね、もうそれも僕も信じるしかないと思っていて、うん、それぐらいの気持ちでというか、そうですね、それがやっぱ大事だと思いますよね、うん、睡眠時間2時間嘘つくな、こういう誹謗中傷とかは別に僕はそんな思わないですね、そういう声もあると思います。普通に考えて信じれないですからね。でもやっぱ一部天才いますしね、まあね、確かにね、うん、やっぱり彼の成績の伸び方はやっぱ天才的な部分がやっぱあるので、僕もここまでね伸びてる生徒さんってあんま、うん、あんまというか見たことない、まあね、確かにね、すごい伸びしてますね、うん、でもやっぱり実際の入試の時は緊張もしますし環境も違うし、まあね、それしかもね難しかったですからね、うん、そうですね、だから今回の共通テストの点数は結構妥当なラインじゃないかなとは思ってあります、ね、じゃあ最後にですね、本当に吉村社長もおっしゃっていただきましたけども、純粋にね頑張ってほしいわという声もたくさんいただいてます。それは本当にありがたいと思ってますし、かといってね2時間は嘘だろうとかこれ虚偽だって言ってる人に対してもコメントをしていただいてる点ですごく僕もありがたいと思ってます。そうやって議論がね白熱していくことによってこの企画も盛り上がっていきますし、それはすごくいいと思うんですけども、やっぱりリアルな攻撃突はやっぱちょっとやりすぎだし、過激な表現ですよね、身体的な攻撃を加えるとかね、精神的に追い詰めるような強い言葉、それは、まあ、YouTube もね今禁止されてますけど、まあ、中身の5、5、6とかですね、はいはい、うん、そういうのはやっぱりやめた方がいいと思っていて、やめてほしいなと思ってます。またこの動画に関してもね、なんか様々なご意見あるかもしれませんが、遠慮なくまたコメント欄を開放してますのでご意見いただければと思います。いろんなご意見いただいて、またアンサー動画必要だと思えば撮りたいなと思います。吉野さん、今日はもう一緒にねこの件についてあいい、ね、議論いただきましてありがとうございます。ありがとうございます、はい、じゃあまた受験生バタイガーファンディングの方、吉野さんもねトラとして出られる回今後増えますので、はい、引き続き皆さんよろしくお願いします。お願いします。吉野さん、ありがとうございました。ありがとうございました。